ご視聴ありがとうございます。金子麦朱。主にツーリングのチャンネル。ツイッターでは、金言麦朱等です。2021年12月1日の水曜日は、3台で横浜に行って、食事と紅葉を楽しんできました。今回はその時の動画です。もともと、この日は、伊豆に行く予定でしたが、朝まで雨という天気予報でしたから、近場に変更したんですよ。まずは参加メンバーを紹介しますね。私、F700GS。小座剣士、XL700V トランザルプ。山本氏、フュージョン。今回は以上の3名でした。この日、最初の目的地だった。ランチのお店では、ハンバーグとステーキのセットを注文してみましたよ。それでは、いただきます。お寿司はおかけしてもよろしいでしょうか。はい。はい。お好みでご利用くださいませ。今ライトにしておきます。ハンバーグで全く違うな。これ爽やかに勝ってるでしょ、明らかにこれ。だいたいいつも言ってもビッグドンキーなんハンバーグ。でもドンキーもうまいよね。俺大好きやろ。やっぱ俺ガキの頃から食べてる食いなきゃ。飲んないのもったいないな。もちろん完食しましたよ。初訪問だったこのお店は、ハンバーグとステーキのどちらも、非常に美味しくて、幸せの絶頂でした。ハングリータイガー日野店、神奈川県横浜市港南区、日野中央 1-19-8、大晦日と元旦以外は営業。11時から21時。ラストオーダーは20時。食後は、三景園に行って、紅葉を見物して、写真をたくさん撮って、その後は、池で遊んでみました。
三景園は、紅葉がそこそこ綺麗で、餌やりで、人気者になった気分を味わえて、なかなか楽しかったです。かっこ、笑い。この後は、イチョウが見頃と聞いていた、山下公園の方に行ってみました。この辺りは、事前に聞いていた通り、イチョウが綺麗だったのですが、バイクを止める場所がわからず、いい写真が撮れなかったので、来年以降の宿題にしておきます。この後は、首都高などを走って、無事に帰宅しました。早い時間が雨でしたから、最初に予定していた、伊豆に行けなかったのは、残念でしたけど、ランチが美味しくて、紅葉がそこそこ綺麗で、なかなか楽しい一日でしたよ。横浜、やるじゃないか。という感じです。かっこ、笑い。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、大歓迎です。